れたままで。ドクター、それはおやめください。それはそうですが、これは問題が別です。ここではあなたより上に会長がいます。すべての権限は会長にあります。会長の怒りに触れてもいいんですか？ではこういう可能性を考えてください。ディアナ自身が望んで会長のもとにいると。ディアナがあなたよりも会長の命令を優先しているとしたら、ここでの階級から言えばむしろ当然のことですが、もし本当にそうだとしたらどうします？ディアナは、あの子は何も知らないのです。メイドが多くの職業の一つであるという認識さえないと思います。彼女の過去は私も知りません。ただ私は彼女と何度も些細なことで衝突しました。だからわかるのです。私は職業に忠実でありたいのに、彼女は常にそれ以上の何かに縛られて、メイドとしての職業意識ではなく、それ以上の。それでも従ったでしょうね、以前の彼女ならば。あなたに仕える前のディアナだったら、私はそう思います。あの子に笑顔を教えたのはあなたでしょう。だから昨日も申しました、ディアナはすぐに戻ってくる。少々興奮気味ですね。説明？彼女を大切に思ってるのですね。こういう結果もまた興味深いかと。それを聞いてどうされるつもりですか？それだけですか？
でしょう。ディアナですが、彼女には謹慎を言い渡しています。ちょっとした粗相をいたしましたので。3階の大時計を止めてしまったのです。そのせいで彼女は会長のお怒りに触れてしまいました。あの時計は止まってはならないものでした。あの時計は特別なものなのです。おかげで私もいろいろと計算が狂ってしまいました。今回は仕方ない措置と言えましょう。そうです、ここ2日ほどです。さあ、私の口からそれを聞くのですか。本当にそれでいいのですね。私は随分嫌われたものですね。では、どうぞご自由になさってください。お好きに。
あんな風に出て行かれては心配で放っておけません。少しは冷静になれましたか？あまり無鉄砲なことはやめてくださいね。どうでしょう。少なくとも私が来てからそんな話は初めてです。部屋には戻ってませんし、行けるような場所では見かけませんでした。知らない場所でしょうね。はい。私がですか？そんなことのために調べてきたのではありません。仮に私がディアナの居場所を見つけたとして、その後どうするのですか？くれぐれも助け出そうなどと考えないでください。この島から出られない以上無意味なことです。知れませんが、一つだけお教えします。もしディアナに対する性的な虐待を心配なさってるなら、それは杞憂と考えていいでしょう。会長は不能ですから。10年ほど前、ここの地所を購入なさった際に、あるいは何かを見たのか、それ以来身体的にも精神的にも性的な関心の一切を失ってしまわれたようです。コムニオンの社内では公然と噂されているゴシップです。いくつかのルートから確かめました。つまらないことを申し上げてしまったでしょうか。それならいいのですが、なぜ私がディアナのためにそんなリスクを？お気づきだと思いますが、私とディアナは決していい関係ではないのですよ。むしろ客観的には互いに憎しみを持っても不思議じゃない。日本人のドクターに理解できるかどうか分かりませんが、無意識の部分で言いようのないわだかまりがあるのです。ディアナ個人には何の関わりもないことと分かってはいるのですが、私の一家が故郷を捨てねばならなかったのもあの人たち。ドクター
までおっしゃるのなら。ただし、私が動くのはすべてドクターのためです。なんだか悔しいので、ディアナのためとは言いません。何でしょう、私に何か言いましたか？